トータルリコールは2012年のアメリカ合衆国の SF 映画。原作はアーノルド・シュワルツェネカー主演の1990年の映画トータルリコールと同一であるフィリップ・ケイ・ディックの SF 小説強く売りますだが、より原作に忠実なプロットとなっている。劇場版とディレクターズカット版では物語の展開が異なる。なお、ディレクターズカット版は ブルーレイディスクのみの収録。1990年版へのオマージュとして、検問所で滞在期間を聞かれて2週間と答える女性や、入房が3つある娼婦が登場する。なお、前者を演じる女優は1990年版で、演じたプリシラーレンではなく、シャリーン・ネアーズである。逆に、1990年版に登場したリクター、ベニー、エッジマーは登場せず、 リクターとエッチマーの役割をローリーとハリーにそれぞれ当てたり、反乱分子のリーダーもミュータントのクアトーから一般人のマサイアスに変更されている。21世紀末の世界大戦により人類は大量の化学兵器を使用した。その結果地上の大半は居住不可能となり、富裕層はヨーロッパを中心としたブリテン連邦に住み、貧困層は 反対側のオーストラリアを中心としたコロニーに居住することになり、コロニーの住民は、ユフブの労働力のためにザ・ホールと呼ばれる巨大なエレベーターに乗り、ユフブに通勤し働いていた。やがてユフブからの独立と解放を目的とする、リーダーのマッサヤスを中心としたレジスタンスと呼ばれる反対制派のテロ活動が、盛んになり、ユフブ代表の公平原は、 ロボット警官のシンセティックの増産を唱える。コロニーで暮らすダグラス・クエードは、このシンセティックの生産を行う労働者であり、貧しいながら美人の妻ローリーと平和に暮らしていたが、ダグラスはいつの頃からか夢の中で見知らぬ女性と病院を脱出し警官に追われる夢を見るようになる。その夢のことが気になりつつ、ある日リコール者の宣伝に興味を持つ。友人であり、 同僚のハリーからは、脳障害になるから行くなと忠告されるが、ダグラスの足は、リコール社へと向かっていた。リコール社でサービスを受けている最中に、トラブルが発生し、ダグラスは急に追われる身になる。カッコ内は日本語吹き替え日本語版制作スタッフ、演出、安江誠、翻訳、安世、高志、制作、グロービジョン。ありがとうございます。